クリック使いましょうか。うん、カモミールレモン、クリック使いましょうか。そう、あ、なしでいきます、うん、じゃあなしでどっちでもいいっすよ。ちょっとなしでいってみます。内容がですか？内容がです。あ、歌詞の内容がある。あ、からあ、そうなのかな。でもどっちかっていうと元気がなかった人が元気になっていく途中みたいな感じ。途中みたいな。はい。だから割と前向きな感じですね。気持ち的には。タイトルのカモミールレモンっていうのは、はい、あのカモミールはこう穏やかにしてくれるっていう感じで、レモンはこう甘酸っぱい気持ちにしてくれるっていう、穏やかにしてくれるけど甘酸っぱい気持ちにもしてくれるみたいな、そんな感じでカモミールレモンっていうタイトルになってます。じゃあドラムがレモンでベースがカモミールってことでそうしましょう、うん、じゃあコウタさんはカモミールのモードで弾いてるから、コウタさんレモンになってください。俺レモンなんだ。結構だから毎回なんかこうやってちゃんとやってくれるから、僕が適当にどんどん弾けるっていう、めちゃくちゃ安心なのよ。だからコウタさんのこの中で、そうなんだ。俺の懐狭いな。たけしさん遊ぶ。じゃあこのテイクで。はい、はい、ありがとうございます。日々が ちゃんと合ってるのは初めて聞いたかもしれない。ほんと、うんうん、あ、やった、うん、本当にだ、全然ずれてるとこないもん、おー箇所もちょっとでもずれたら分かっちゃうから、僕それもだからなんかそのかずれてるずれてないじゃなくて、グルーブが変なところとか、うんうん、あとだからなんかあのドラム聴いて合わしてる感とかがないじゃん、ちゃんと、あー本当ですか。考えてないでしょ一応考えてる、一応、いや聞いてましたけど、聞いてるのは聞いてんだけど、聞いてるだけでさ、うん、しかもだからこうポイントで聴いてんじゃなくて、ちゃんとグルーブで聴けて、そう、はあ、グルーブで聴けてる感じがあるからさ、やった、そうなの。でちょっと明石さんのと
ちょっとマッチする感じがいいなって思って。ああそうね、それもあるよね。で弾いてちょっとノートとか伸ばしたりとかしてさ。ああなるほどね、はい、はいはい、そうかそうか、だからすげえしっくりしてるんだね。うん、だからこう、そうそうそう、あ、ハマってるって思ってやってました。うん、そう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 、いやいや、やっぱりすごいっすね、みんなね、プロは。やったプロプロ認定いただいたね、やったー、わー、わーい。